はい、例えばね、東京都有楽町第3話でですね、ミノルとね、あやこが歩いてるシーンございまして、こちらの場所はね、前回も、探しに来たんですけど、見つけることができなかったんですけど、新しいね、情報を手に入れまして、再びここやってまいりました。ミノルのね、後ろに見えるこの NEC の看板のビル、これございますよね。このビルがなんと銀座中央ビルっていうことが分かったんですよね。はい、1980年代の、画像と比較してみますと、左の方に見えるのがこれね、藤屋ビルですね。そしてね、この奥の方にね、ちょうどね、 NEC のね、この看板見えますね。これがね、ドラマとね、同じではないかっていう情報です。はい、というわけでね、早速ね、調べたいと思います。今ね、すきや橋の交差点来てますが、このね、ちょっとね、1980年代の画像と比較しますと、これがね、藤屋ビルが見えて、こんな感じでしょうかね。で、ここで比較しますと、ちょうどね、このビルになりますね。これがね、これが写真で見えてた NEC の看板のある中央銀座ビルになりますね。はい、というわけで早速ちょっとね、ロケ地探してみたいと思います。はい、前に見えますのはね、銀座中央ビルでございますね。こうやってちょっと見にくいですけど、この部分ですね、この部分に NEC の看板があったってことですね。はい、このビルはですね、もう、38年前ドラマ当時からあったってことはね、これは確認できておりますと。はい、というわけでですね、ロケ地があったのはここの手前のね、並木通りですね。この通り沿いにあったと思われます。はい、早速ね、ロケ地を比較してみたいと思います。はい、それではロケ地であろう場所にやってまいりました。こう見るとですね、このね、ビルですね、ちょうどね、 NEC のビル、ここがですね、やっぱりね、このドラマのこの同じビルだとしますと、この前あたりですね、ここをね、歩いてるっていうことになるんですよね。ただね、この右側のビルもね、やっぱ全然違うのと、あとね、この左側にもね、やっぱりビル、ちょっと全然同じビルがないですね。この辺もちょっと全然違いますし、ちょっと反こっち側のね、ビルもちょっと違いますね。そしてさらにこっち側の景色ですね、この入り口近辺はですね、微妙にね、ちょっと似てるんですけど、やっぱ違うな。まあ、泊まりの位置はね、一致してるんですけどね。はい、というわけでですね、もう一つね、この先のね、交差点の奥から今度ね、確認してみたいと思います。はい、一つね、先の場所をやってまいりました。ここからさっきの NEC のビル見るとこんな感じなんですよね。はい、場所的にこんな感じですね。ですからね、ここの前のね、ここをね、歩いてた可能性がありますね。まあ、ただね、残念ながらこの右のビルはやっぱ違うのと、どうでしょう、この左の方のビルは完全にね、もう変わってますからね。で、こっち側比較してもやっぱりね、同じビルが、ん？ちょっと待てよ、このビル、まさか。はい、というわけでね、もう衝撃的なね、部分を発見いたしました。はい、このビルですね、見てください。このビルがですね、ミドルと後ろに見えてるビルと一緒でございますね、これ。これは間違いないですね。はい、ということでですね、2人はね、ここを歩いてるってことになるんですよね。はい、どうでしょうか、このね、左のビル、おそらく同じですね。どうでしょう、こんな感じですね。で、もう1回ね、こう反対側もう1回見てみますね。はい、とすると、やっぱりこのね、右の方のね、ビルがね、もちろん新しくなってますからね、ここ。で、この左の方のね、このビルもね、やっぱりないですよね、ここ。ただですね、ここを見るとこのね、中央銀座ビルですね、ここがね、こう見えるんですよね。こんな感じで、こんな感じなの。
まあ、さらに言うとやっぱりねこの辺のね景色もやっぱ変わってますし、はい、というわけでですね、改めてこの場所はですね、並木通りのちょっとね読めないんですけど、このお店の前ですね、はい、隣にはねこのお店がありますね、はい、ちょっとね名前読めないんですけど、ズバリここということになりますね。ちょっとね他にねあのドラマに売ってた一致するビルがないかちょっと確かめたいと思いますが、こっち方向をねもう一回ねずっと確認してるんですけど、ここにね消火栓見えますよね。なんとここに消火栓見えるんですよね。なのでこっちの手前を歩いてるのかな、もっと先の方、こんな感じですよね。この右側のビルはちょっとねどうやら変わってるみたいですね、はい。ここにね、緑の看板 PR っていう見えるんですけど、これがねどうやらねプランタン銀座だと思われるんですよね、はい。でね今この看板のあったビルがこのビルなんですよ。ここが今ユニクロのビルとなってますが、もともとはねこのプランタン銀座ですからね。ですからやっぱりねこの辺をずっと歩いてたわけですね、はい。そうですね、ちょうどこの先にね止まれのマークもありますからね、うん。いや結構ね一致してますね、はい。それではね改めましてこっち側の風景をもう一回ねちょっとビル確認したいと思いますね、はい。ですねここの右の方ですね、ここの右の方に見えてるこのビル、このビルがですねドラマでいうこれなんですよね。ちょっとね同じビルなのかわかんないんですけど、多分新しくなってるっぽいですよね、はい、ね、はい、はい。さらにですねここね NEC の看板があった中央銀座ビルの前に来ておりますかね。もうよく見るとやっぱりね同じですよね。このカクンと曲がった感じがあって、この看板の隣のここもねやっぱり同じビルでして、ここがね同じですね、はい。そしてねこの隣のビルはねちょっとね新しいビルが立ち並んでるんですけど、このビルがですねやっぱりねどうでしょう、ドラマで言うとおそらくねこのビルではないかと思うんですよね。でね一応ドラマで見ると6階建てなんですけど、一応ね実際もね6階建てなんですよね。このねまあ、ここまで比較するとやっぱりね、ロケ地の場所はここということになるんですよね、はい。いやまあ何はともあれですね、このね NEC の看板があったこの銀座中央ビル、この場所の位置がね分かったことがね全てのね原因ですね、はい。本当にねこの場所のね情報をくださった方ありがとうございました。見事ねロケ地発見することができました、はい。